お疲れちゃんスラットです。今日はですね、現在世界1位のこちらね、アダバンが使ってますボーラーバルーンフリーズじゃねえわ、ボーラーがね、モンク、そしてインドラだったりベビードラとかの枠ですね。はい、フェニックスになったバルーンフリーズをねやっていこうと思います。アダバンが今世界1位に取ってますね。はじめも5位だ、すげえ。さあ、というわけで、もうすぐ私も展開なので、まあ、あと4勝か、はい、4勝すれば展開で、まあ、このゾーンだともう金の段がねないっぽいんで、はい、負けたらちょっと落ちちゃうので、まあ、負けずに、4連勝で決めちゃいたいなと思います。でセールなんかあったんでね、ちょっと買うかすごい迷ったんですけど、まあ、文句12だったんで、まあ、せっかくなら完走してね、なんか今季も残り3日4日しかないので、ちょっとラッキーでね上位取りたいなということも願いながらの文句を完走させました。はい、12から14に、はい、というわけで、まあ、ちなみに1万エメラルドで変えて、チャンピオンが12枚もらえる、9枚か10枚ぐらいはあれでしたね、文句でしたね。はい、文句だけ持ってなかったね、多分優先して出してくれるのかなと思います。よいしょ。さあ、バルフリです。バルフリもなんか久々だな、まあ、全然形違うっていう、このボーラーがいないんだ、ボーラーもいねえし、何がいねえんだ、ドラゴン。さあ、今回の相手は、まあ、ペッカ工場っぽいっすね。ライドラー金起動されるの嫌ですけど、ゴースト最短でもされないかなっていう感じで、まあ、基本的には耐えですね。はい、トルネもフリーズも棒に使っちゃっていいと思います、ガンガンで耐えて耐えて耐えてしまえば、最後はもうランバーバルーンフリーズでタワー1本取れるっていうのが理想なので、本当にとりあえず耐えゲーだと思います、このデッキは。さあ、フェニックスが強い、入らない。さあ、文句近づいて、おなんか勝手に行かれてるやつがいる。うわー、マジかよ、行かれてくれやん。さあ、まあでも結構美味しい交換にはなったっすね。てか相手これ対空裂いたんで、まあ金起動しながら適当に守って、まあファイボか、あっぽいですね、ぽいだとタイミングがちょっと遅めだと一発入りそう。おい、ザップ使った、コストなさそうなんでね。あー、2倍タイム入っちゃったっすね、最悪だ。ちょっと一旦端前ラッシュしようと、ゴースト消えるしね。まあフリーズとかしてもいいんですけどね、さすがにドヤンかなと思い、一旦耐えます。さあ、あのマジアチャも文句で全て耐えれるよと。なんかね、マジ文句になったおかげで、その30シエリポンとかめちゃくちゃきつかったんですよ、このデッキって。まあエリポン、まあ、30シなんだろうな、マジアチャとかマザネクとかも、まあ、きつかったんですけど、まあ、そういうのが全部文句のカウンターで倒せるんですよね。そうだからって考えた時に、なんか今までよりも、まあ、デッキパワーが完成度が高くなりましたね。まあただただ文句が強いだけなんですけど。さあね、残り644の削り方がこれができます。さ、文句も固まっちゃって、このカウンターで200ぐらいね。いや、マジこれせこいんですよね。え、さあまさかのケツペック来たんですけど、あとバルーンのバカ入れられないけど大丈夫って思いながらさ、早めにフリーズもやっちゃって、まあ、エレキ打ってくるかな。まあでもバルーンの爆破入ったら、あとはもう文句のカウンター圏内なので、あれはてかこれでさ、おしゃれじゃね、マジアチャのカウンターで、うおい天才マジ。いや、文句忘れちゃうんすけどね、こういうなんか相手の遠距離系、まあ、ロケ砲、マジアチャ、まあ、スパーキーとかもか、端前で文句合わせてしまえば、まあ、相手のタワーにダメージも狙えるんでね、ああいうのが強い。とりあえず文句強いっすね。そう、気づけば緊急下方修正がなんか来てた、昨日かな。あ、これクラン一緒の人だ、一緒かクラン。そうっすね、クラメンだ、今お出かけしてるけど。
そう、まあ、緊急下放されたんですけど、フェニックスも文句も、もう何も変わりやせん。まあ、フェニックスはガゴ系がワンパンできなくなったっていう結構痛い修正なんですけど、なんかそんな変わんないっていう、もうそれ以外に結局めっちゃ強いみたいな。さあザッピーですね。あ、でこのデッキというか文句の弱点が、まあ、ビリビリは反射できないので、このザッピーとかは反射できないんですよね。だから結構ザッピー厄介なんですよね、文句使ってると。さあまあ延命できそうなりしてあげて、さあまあフェニモン組むだけ組んでみようよ。さあマザネク残ると厄介なのでしっかりしばいて、いやいいね、マジ文句強っ。さあファイボで守ってると、まあ、マザネクザッピーなのでロイジャイっぽいっすね。さあランバル行きたいけど、行っても結局ザッピーで守られてるカウンターが危ないので、まあこれも結局防衛っすね。そう、文句のおかげでマザネクとかも処理しやすいし、最後の決め手な、決め手も強い。うん、削り切れる。なんならこれちょっと後取ってますけど、まあ守待っていいっすね。なんか自分から動いても結局 SI になるだけだと思うんで、まあ単体バルーンぐらいならしてもよかったかもね、正直。でザッピー使わして、それをライドラとかで回収してみたいな、やってもよかったかなと思うんですけど、さっきやっとけばよかったですね。さあ、まあさすがにこれは適当に、これどうしようかな。なんかフルブッパ説もややある。フルブッパ説もややあるが、一回おとなしく守る。いやーこのザッピー強いっすよね、マジ。お、なんで、何が起こったんでしょうか。さあこれはいい取り飛んだけど、フリーズで固めてあげて、ギャンク来ると、タルも延命されちゃうんで、ギャングすら出さない。で、文句と、よいしょ。このトルネで耐える。いや、マジ文句これ、鉄壁。さあ、グッドゲーム。マジでなんか、今まで、勝てなかったようなのに勝てます。マジ何って言われてちょっとむずいんですけど、まあそれこそロケット次かな。そうですね、やっぱバルフリーズってロケで守られたりもするんですけど、なかなかダメージが通らないというか、そういう相手にも結局モンクフェニックスで攻めれる。モンクフェニックス、モンクライドラが強いし、なんならバルーンの下にモンクいると相手もロケ打ちづらいんですよね、跳ね返しちゃうんで、相手からしてもうわーマジかよ守りにくってなる。それだけででかいですからね、プレッシャーになる。でロケ防衛してこないところをしっかりフリーズで狙っていくとか、いやマジでなんかやばいっすね。とりあえずまあ全てのデッキに今モンフィニが入ってる。マルチジョイもフェニックス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 でちょいちょい文句いるみたいな感じなんですけど、えマジで本当に下手。急に今の見なかったことにしてください。さあこれはチャンピオン入ってないドリルインフェのやつですね。さあファイボとか飛んでこないでほしいが、で一応ここでさあダメージ稼ぐ。あでもボーラー入ってるかちょっとなんか珍しいですね、俺の知ってる方じゃねえ。でこれ吹き矢用にライドラッスね。さあしばいてあげて、まあ守って守って絶対ユニットがこんな感じで残るので、まあそこをランバルっすね。使い方ほんとシンプルだと思うんで、よいしょ、お願い金起動。さあ救われる、ボーラー吹き矢か、ギャング、まあ耐えっすね。ワンチャン呪文来た。あさあまあ一旦耐える、まあ、フリーズもバレちゃってもいいっすね、結局最後強いんで。
さあ耐えましょう。キアは文句で跳ね返せるけど、普通に受けれそうだな。いや反射しとくか。いったさあこの高めのドラゴン部隊がめっちゃ強いっすよこれ。さあもうバルーンなんてね飾りですから。で文句がうおいファイブ跳ね返して、はいグッチャグチャ強いからの、いやこれフリーズすりゃよかったっすね。まあ別にしなくても落ちそうなんでいいか。えぐくねマジで文句フェニックス耐えれちゃう。よいしょ、文句フェニックス攻めが完成しちゃうっすね。さあ今のはマジ理想っすね。ああいうので別にロケ来ても全部跳ね返せるし呪文も耐えれるよと。やばいんすよねマジで。これがもう今まで守られてたのが相手からしたら守れないよと。さあリーチ来ました、リーチ展開リーチ。さあ勝てばねスタンプももらえるので行きましょうか。さあフリーズ、なんかフリーズが今回全体的にちょっと強化されたというか、フリーズ自体はね変わってないんですけど、その何文句が結局反射できるから、相手のユニットめちゃくちゃいっぱいいてもそのね投げ物系というか遠距離系のユニットだと全部結局耐えれちゃうんで、カウンターできちゃうんで、その防衛が強すぎてフリーズで溜まってしまったリポンとかも全部文句で耐えれちゃうっていう、それが強いですね。フリーズの弱点をこの文句が結構補ってくれてるっていうイメージかな。さあ展開かかってっかな、相手も慎重っすね。てかホグか、ホグ出たのに待つ、そんなことある。一旦バルーンやる、ヤンキーか。まあ、僕はこれ待って、もうメリットゴリゴリなデッキなんで、まあ待つっすけど。あ、でも、モンクフェニックスドラドラ組んで、いや、それ一個多いな。まあ、ランバーモンクドラドラ組んで、モンク固まっとけばもうそれだけで相手詰みみたいな。余裕あればバルーン。マジバルーンこれ出さなくても成り立つっすね。さあ。マジか。どうしようかな。なんかまあボーラーとかはいないんで、まあ、ケツフェニックスかケツモンクの二択なんですけど、俺を楽に展開化してくれよ。なんかいいっすねこの、今までやっぱ最近なかったんでこの展開昇格戦みたいな、そう初めて到達みたいな気分っすよね。変わったんでね仕様も。さあ行きましょう、戦いましょうか。俺の方が絶対有利なんですけど、トルネもあるし。おい、だってこれにもう文句つければ、で固まってあげて、やべえ待って、マジ本当にちょっとずれたっすマジ、いやもうつらそう。まあパッキンしてもよかったんですけど、しないね意地悪もある。でユニットマスキをしばいて、よいしょ、ユニット追加とマジで一生端前ラッシュ来たっすねこれ。いやー痛い、諦めたかな。いやーさあもう強すぎて、もう周りが強すぎてやばい。もう今の関係はこれなんでね、ディガポイとか、まあ、何でもあるロイジャイとかあるんですけど、まあロイもディガーも強いんだけどな、周りが強いのよ。さあフェニックスゲーで展開到達ですね。あ、これで勝率でなんかもらえるらしいですね。まあ勝率 80% まあまずまずじゃないですか。でこれで順位が出て、あなたの順位1900位だ。いや結構いるっすね、そしたら展開。さあでこっから、上位陣と当たると、まあ、大トロですよね。ぶっちゃけ50とかももらえるらしいんで、ちょっとやってみようか。さあ展開からの
これでトロフィーがねあるんだよ。トロフィーというかレンダル。あーでも5部ぐらいでしたね。そうなんかね、めっちゃくちゃ上、200ぐらい離れた人とも当たるっぽいんですよ今だと。まあ人が少ないからかな、もしかしたら。そう、そしたらね、もうトロ50もらったりみたいな、負けても10しか減らんみたいな幸せなゾーンらしいんですけど、それをちょっと味わいたかったですね。遠距離系来たらマジ文句出しとくっていう。まあディガポイっぽいですね、まあ今のとこ。まあディガー打った、とりあえず文句出して。おー珍しい、バルキリーだ。バルキリー見て珍しいっていうのもやばいっすかねマジで相当。あ、そのマスケはあなた行かれるんじゃない。いやー強っ。でさ、ライドラだけ生かしたら金機能もされちゃうんで、まあフェニックスでもよかったけどな。うん、一発入ってくんねえかな。気合の、うわー気合が違う。さあちょっとやだな、このなんか後ろにスケインのもちょっとやだったんで受けちゃったっす。さあでもこれの、これが強いです。マスケが、マスケを出せないマジでこれやばいっすよね。相手諦めたかもっすね、もしかしたら。おい、マスケしかねえのにマスケ出せねえじゃんみたいなマスケ出したら文句にいかれるやんっていうさ、クラロワっていうゲーム上絶対、まあ絶対ではないですけど、まあ、基本的に遠距離がね入ってくる。マスケとかフキアとかマザネクとかね、そう、ああいう系すべてに対して強いのが、このぶっ壊れチャンピオン、モンクですね。喧嘩おめでとうのクラン。おめでとうございます。さあね、50ぐらい一発でもらいたいんですけど、全然だな。マックスモーター迫撃砲。おーっぽいね。さあ、守るだけ。守るだけです。変なことしません。はい、変なことします。いや、しかも大変もなんか怪しい。さあちょっとマジ暇すぎて攻めちゃったんですけど、絶対ダメっすこれ。さあ迫撃砲のフェニックスっすね。おー、お前覚えとけよマジ。ああいうやつはしばきます。うん、迫撃フェニックスですね。呪文がファイボーありそうですけど、うん、さあしっかり回収して、これ文句ライドラからの、おい、え、ちょっと待って待って待って、ファイボちょっと間に合わなかったのかな。今完璧すぎるタイミングに思えたんですけど、さあでもちまちま稼いでいきます。うーん、しばく。まあ、同サイニット固めまくれば強そうっすよね。キアがめんどいな。さあ、ライドラちょっと残して、フキアとかないかも。いやー、ファイボナー、ちょっと遅いっすね、僕が。文句のスキルが。さあ耐える。お、いい流れが、まあ、一応固まる。
マジライドラ一緒にいるだけでつ。お、それはあなた。マジでこれライドラ残ってるかもな。さあユニットで畳みかけ、畳みかけの、お、なんか出てきたドラゴン。おい、さあファイブを使う。さらにマシマシ追加カウント。え、しかも、おい待って、お、敵がなんかすごい複雑。マジチンパンで勝てそうだな。よいしょ、はい。マジやってることやばいんですけど、最近っていうかマジで今の環境これっす。やべ、相手の卵だけこれちょっとやばい。いや、文句、迫撃砲も頑張ればひっくり返せるな。よいしょ。さあ、耐え。時間的に行くしかない。いってらっしゃい。いや、勝ったな、さすがに。で、文句の反射で、ああ、文句の反射で決めたな。マジでよかったのに。そう、うまくいかないもんですよ、入れなければ。さあ、文句の反射をね、ちょっともうちょっとうまくならないといけないですね。やっぱね、文句とフェニックスとか、おお、最後だけグッドゲームかもしれないです。文句、フェニックス、ライドラーとかまで固まると、やっぱ絶対呪文来るんでね、即反射使いましょう、皆さん。さあ、エクラさん、お願いします。いや、日本人ばっかっすね、マジ。You know。まあ、ペッカとかね、三種とか、ジンギもいるっすね。まあ、とりあえずフェニックスは入っている。うわぁ、これさ、マジで、あれがなかったら渋。今、文句あればね、しばけてたんですけどね、楽に。過剰に使わなかった、ないって。さあ、エリキマジで、まあ、ペッカか、まあ、ジンギの可能性もうっすらあるって感じかな。まあ、ペッカ。まあ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 、どっちかっすね。さあ、まあマージア中にはね、文句強いんで。さあ、これはキング起動警戒のバルーンですね。そのダメージを通そうっていうよりかは、キング起動されるのが嫌なんで。よいしょ、別にここでダメージはね、入っても入んなくてどっちもいいんですよ。さあ、まあここはまあダメージはしょうがないですね。近畿道されてないだけ。あれ、カウンターしない方がよかったな、これ。反射しなければ多分工場楽に守れてたパティーン。さあ、いや、ペッカ工場っぽいっすけどね。中身は完全そう。チャンピオンなしか。頑張ってるっすね、マジ。めちゃくちゃ楽してるっすけどね、僕とかはもう、配信者のみんなは。フェニックス出して文句出してるだけですからね。それが強すぎて。強すぎてね、勝ててしまうのがリアルですから。さあ、文句欲しい。まあ、さすがにつけるっすね。ん？あれ？さあ、フリーズが強いの強いの。キング起動はされないか。さあ、端前ペッカー、いい端前ですね。おお、
すげえ来んの。さあでも全部ライドだと、一発受けちゃうけど、一発なり、さあファイボ使ってエレキも使ったので、これは一旦行ってみよう。さあエレキ痛いけど一旦許容して、ダメージトントンですね。ちょっと左を警戒するか。さあマジ文句下手なんすよ。さあ守ってるとだんだんデニットが溜まってきてみたいな。ちょっと行って。回しやっちゃきたら跳ね返せるか。これ熱いんじゃない？さあ反射。なんかぬるっと相手うまかったっすよね。普通にめちゃくちゃうまかったけども、まあこれがヘニモンなんでね。さあララさん、いやまず日本人しかいねえな、すげえ。そんなことあるっていう。さあ守るだけです、私は待ちます。わー 2.6 億とかだったらいいな。まあ、スケアイスピのなんか高回転スケラとか、スケアイスピの高回転ディガポイとか、まあいろいろあるんですけど、まあアイスピゴブリン、まあディガポイもあるっすね。フェニックスディガポイと、なんだ、まあ、さすがにファルチオーブはいねえか。まあディガポイだと思います。待ち毒です。フェニックス文句ぐらいは出してもいいけど。アイスピゴブリンで重量級はさすがに土地狂ってるぐらい。全然待つけどね、全然待つよ。やっぱ後から動いた方が有利になるんですよ。まあそのデッキにもよりますけど、まあ強ポジを取るみたいな感覚のね、有利に進めていきたいので、自分のデッキと相談して、さあ1分20、出すか、待つか。アイスピゴブリンですよだって。いや、さすがに、ディガポエだと思ってる。でも、ディガポエでこんな待つかっていう。丁寧すぎだろ。さあ、まあ、2倍タイム入ったんで、まあ、さすがに動きます。おお、なんだこれ。いやマジで、スケラでした。でもファルチェ使ってこれめっちゃしんどそうです。あー、いい防衛だ。
突破しちまえマジで強っ、ゴリラや。さあでもう一回やるだけっすマジで強すぎてやばいっすよね。これファルチェも文句でカウンターできるっすわ。そういえばはい、強っマジやばすぎ。さあ固めてフェニックスも追加してあげよう。卵？やってくれそこだけ。さあまあスケラフリーズなんで、まあ、ちょっと気をつけなきゃ危ない。まあでも攻めてしまえばみたいなとこある。文句のカウンターもあるんでね。一応ここ固めちゃうか。おい、あーこれファルチェ内側にやってね、カウンターの釜で仕留めるみたいなおしゃれな技もあったが、さあ後ろに下げてあげれば一旦は大丈夫ですね。でさあ固まって相手はもう最後ね時間ないんで、おい、え、いいっすねマジで強すぎて、さあフリーズ対決、フリーズ環境がちょっとだけ来てるかもしれない。というわけで皆さんもぜひバルフリやってみてください。まあユニレベなかったらもう文句はボーラーで許してあげてください。はい、フェニックスは入れてあげてください。というわけでお疲れ様でした。またね。